MLB ブレイブス10、1ドジャース、日本時間15日、ジョージア州トゥルイストパーク。ドジャースの大谷翔平、30、ガテ基地でのブレイブス戦に、1番 DH で出場し、2打数無安打1四球で打率は289。7回途中交代となり、2試合連続無安打に終わった。打点王争いで104打点でトップだった大谷だが、ブルワーズの W。 アダメス、29、がダイヤモンドバックス戦で2回に満塁ホームラン、4回に2打席連続のソロホームランを放ち、5打点を上げて、打点を107まで伸ばし、現在、大谷との差を3打点に広げてトップに立った。前日14日は2試合ぶりのノーヒットに終わった大谷。ブレーブスの先発は今季最ヤング賞最有力候補の一人、左腕の C。 セール、35、今季は勝利数、16勝、防御率、2.38、と、投手2冠脱三振は213個、2個の差で2位、投手3冠も見えてきている投手。8度のシーズン200脱三振、2015年、2017年には脱三振王を獲得しているメジャー屈指の、ドクター K ・ K 大谷はメジャー2年目の2019年に一度対戦し、3打数1安打、5年ぶりの対戦となった。今季166回3分の2を投げてわずか8本しかホームランを打たれていない投手相手に1回の第一打席、1球目、内角高め158キロのストレートに豪快な空振り、その後はセールの得意球のスライダーをしっかり見ていき、四球で出塁。 先頭打者の仕事をこなしたが2番、M。ベッツ、31、が1球目を打って、ショートゴロ閉殺だ。チャンスを潰してしまった。3回、1、2塁で迎えた第2打席。1球目、内角低めのスライダーでストライクを奪われると、カウント1、2から外角低め158キロのストレートに手が出ず、見逃し三振に倒れた。1対4とリードされた5回。 日誌一塁での第3打席カウント1・2と追い込まれると内角低めにチェンジアップ大谷の打席では初めて投げた変化球をファールでカットしたそして6球目外角低めに逃げていくスライダーをアジャストできずボテボテのピッチャーごろ自分のバッティングをさせてもらえなかったチームは先発 J ・フラハティ十八が今季最短の三回四失点 自責点4で降板1対10と大差がついた7回には内野手の M ロハス 3−5 が当番野手の当番となり DH を解除大谷は途中交代となった大谷は2打数無安打1四球で打率は2892試合連続無安打に終わった